何のためにか遠い昔に実在したこの世界を滅ぼせるほどの力。何のためにか。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ムーこそがゆでろんだえ。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年27号、ワンピース最新話1116話、葛藤を考察します。この1116話は考察的には神回です。ジョイボーイやイム様の深層心理とは何か、海軍が掲げる正義とは何か、一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。いきましょう。この1116話を読み解く鍵は、前回に引き続き真相です。前回は海の真相こそが物語の真相でした。そして今回は様々なキャラクターの心の真相、深層心理が数多く吐露されています。これが1116話の話数の語呂合わせ1つ目。人々吐露、人々吐露。16を吐露と読む語呂合わせルールは尾田先生が設定したストロンガーの誕生日でわかります。吐露とは心に思っていることを打ち明けるということです。1116は人々吐露。タイトルは葛藤。葛藤とは心の中にある相反する感情がぶつかり合うこと。懺悔するステラと欲望のヨーク。もともとは同じ人間だった2人のベガバンクの葛藤。仲間を裏切ってしまったステューシーの葛藤。さらにレイリーも心の内を吐露しています。それではいつものように話数の理論を考えましょう。先週の予想はこのように考えました。こちらです。1116話の類似話数は16話、116話、1016話、1106話。116話のタイトルはでっけー。巨大なドリートブロギーの100年に及ぶ決闘。ならば、1116話でも100年間の巨大な戦いの話か。そんな1116話の話数の語呂合わせ予想は、ひどいイム。はい、116話では100年もの間決着がつかないドリーとブロギーの決闘の話が語られています。一方、1116話では100年もの間戦った2つの思想の戦いがまだ続いているという、この戦いとはもちろん自由 VS 支配か。そんなベアバンクの暴露配信中にイム様は額に飾られた女性の肖像画を見つめている。その女性とはおそらくネフェルタリ・ディ・リリー。リビにそっくりなアラバスタの女王、リリー。それを見てイム様は何を思っているのか。これが1116話の話数の語呂合わせ2つ目。ビビとイム。ビビとイム。僕は2年前、イム様の本名とはネフェルタリ・イムだと考察しました。それほどイム様とビビに強いつながりを感じたからです。しかしイム様の本名はネロナ・イム・セイ。800年前から生きている謎の男です。そんなイム様とは、1116話の語呂合わせ3つ目。ひどいイム。ひどいイム。何やら感傷的になっているイム様を見ると、案外イム様ってそこまで悪いやつじゃないのかも。そんな風に思うかもしれません。しかし、騙されてはいけません。イム様は近いから。ただそれだけで何十万人ものルルシア王国の人々を虐殺した人物です。聖書によると、神が殺害した人間は200万人以上。一方、悪魔が殺害した人間はわずか10人程度です。神を気取る人物は他人の自由を否定して、支配して、裁きを与えます。そんなイム様を守っている海軍の正義とは何か。なぜ筋が通っていそうな戦国やガープたちがいつまでも天竜人たちを守っているのか。なぜ五老星たちは常に世界の均衡、バランスを意識しているのか。海軍が掲げる正義については動画の後半で考えます。とにかくビビにそっくりなリリーの写真を飾って見つめているイム様。 X でカエナナさんなどが指摘していたように、ワンピースでは愛する人を額縁に入れて飾ります。シンドリーを愛するホグバック、ナミを愛するゲンさん、ルフィを愛するハンコック、マザーを愛するビッグマム。ビッグマムはマザーカルメルの写真を額縁に入れて、どこへ行ったのマザーと泣き叫んでいました。ビッグマムが欲していたのはマザーフレーム、母の額縁。一方、イム様が欲していたのはマザーフレーム、根源の炎です。ビッグマムは以前の動画でイム様のヒントキャラだと考えました。こちらです。900話のウェディングケーキとはマリー・ジョアのことです。は？ウェディングケーキイコールマリー・ジョアです。メリー・ジェノワーズとマリー・ジョア。つまりビッグマムとはイム様のヒントキャラでしょう。そしてビッグマムの技は雷雲ゼウスから振り下ろす母の火。直訳するとマザーフレーム。一方、イム様は黒い雲から放つマザーフレームを使う。ビッグマムとのつながりから、イム様にとってリリーは愛する人であるとわかります。そして、イム様の愛については先週このように考えました。こちらです。100年戦ったといえば、巨大なドリーとブロギーは仕留めた獲物はどっちが大きいか。そんなユキちゃんの素朴な疑問で100年間も2人は決闘していましたから、もしかすると900年前の火種も大したことはない。もしかしたらその火種とは、恋はいつでもハリケーン。身勝手なイム様の恋によって100年戦争は勃発したのか、イム様はリリーに恋をしていたのか、それが戦いの火種なのか、いや、イム様の恋は火種ではないでしょう。リリーは800年前の人物であり、普通の人間でしょうから、100年間の開きがそこにあります。つまり、イム様が仮にリリーに恋をしていたとしても、それは戦争が起きた後の出来事です。時系列としては、例えば、ジョイボーイと連合軍、2つの思想の戦いが起きて、その戦いの中で同じ連合軍に所属しているリリーにイム様は恋をした。しかしリリーは敵であるジョイボーイの思想に共感して、イム様ら連合軍を裏切って、ジョイボーイの味方となった。そしてリリーは D の名前をもらった。それはまるで世界政府を裏切ってベアバンク側についたシュトゥーシーのように、この時リリーはイム様とも仲が良かったので、1116話のシュトゥーシーのように大いに葛藤したのでしょう。1116話でシュトゥーシーはベアバンクを助けるために裏切りましたが、かつて同じ CP0 の仲間だった核を逃がしたいと申し出て、エジソンにその心の葛藤を吐露しています。一方、イム様は BB が欲しいとも言っていました。まるで白星に恋したデッケンのように、マリー・ジョアの真下、表裏一体となる魚人島では、デッケンが白星に振られて逆ギレしていましたが、デッケンのようにイム様はリリーに恋をしていたのか、いや、これだけではまだわかりません。なぜなら、イム様は子供である可能性があるからです。それは先週考えた和数の理論でも繋がります。こちらです。1016話は、お玉でやんす。子供のお玉が百獣たちを従えている。さらに1106話でも子供のボニーがパスフィスターを従える。ならば1116話でも子供のイム様が戦いの命令を出すのか。イム様子供説がここで現実味を帯びてくる。1116話の類似話数、1016話と1106話では子供であるオタマとボニーが他者を支配していました。ここと繋がるならイム様も子供の可能性がある。すると、イム様がリリーに抱いている感情とは、男女の恋愛というよりも、幼馴染、もしくはリリーはお姉ちゃんのような存在だったのか。とにかく、イム様が愛した人がリリーなのは間違いなさそうです。だから、リリーの面影が残るビビが欲しい。それがイム様の深層心理でしょうか。ちなみに、リリーは800年前、イム様を裏切ってポーネグリフを全世界に拡散しています。このことからこちらの動画では、そのリリーの能力とはニキニキの実だろうとも考えました。こちらです。リリーはわざとミスをして、ポーネグリフを世界中に拡散してしまったと読み解けます。それはどのように拡散したのでしょうか？あんなに大きくて重い石を世界中に拡散できる方法は、ニキニキの実。ニキニキの実の前任者がリリー。そんなニキニキの実が語られたのは484話です。484話の扉絵は、睡蓮とビビ。睡蓮とは英語で、ウォーターリリー。この484話でロビンは肉球人間だと聞いて、熊ではなく猫を想起しています。猫はエジプトで最も愛されている動物。アラバスタでもウミネコは神聖な動物だとビビが言っていました。そんなウミネコが登場したのは157話。157話の扉絵はチューリップ海賊団のユリカ。ユリカ。リリーか。そうなると熊の記憶のようにリリーの記憶もどこかにあるのか。それはアラバスタで神聖な動物だと言われていたウミネコの肉球と繋がります。そのウミネコは扉絵連載で海底に沈んだ遺跡を探していました。そんな白いウミネコが飾られている部屋がアラバスタの王家の墓です。アラバスタの真相、地下の王家の墓にはポーネグリフが保管されていました。そこでネフェルタリ・コブラの葬儀が行われています。リリーの手紙はポーネグリフを守りなさい。これらは全て肉球がある白いウミネコで繋がっている。そんな古代兵器の動力とは、やはりマザーフレームでした。これについてベアバンクは泣きながら土下座をしています。このシーンはベアバンクのモデルアインシュタインと同じです。アインシュタインはアメリカで出会った日本人の物理学者に原爆で日本人を傷つけてしまった、こんな私を許してくださいと激しく泣き出して深々とお辞儀を繰り返したと言います。3年前ベアバンクのモデルはアインシュタインだと考えました。そして日本がモデルであるワの国では桃之助がプルトンの話をしています。さらにプルトンを欲していたクロコダイルも登場。これはもしかするとあのイムホーこと古代兵器はウラヌスではなくプルトンの可能性がありそう。4年前の動画ではプルトンは2つあると考えました。暴走するプルトンとそれを止めるもの、抵抗勢力として2つ目のプルトンがある可能性です。またこちらの動画ではプルトンを欲していたミスターゼロことクロコダイルとイム様は表裏一体だとも考えました。いずれにせよイム様は古代兵器を所有している。さらに古代兵器ポセイドンこと白星も登場。そんな古代兵器をジョイボーイは後世に受け継ごうとしていたと言います。ここでワンピースの正体のいくつかが古代兵器だとほぼ確定しました。なぜならワンピースとはジョイボーイが残した遺産だからです。これは1ヶ月前に考えました。こちらです。まずワンピースとはロジャーが残したものの総称ですから、一つではありません。複数あるのでしょう。そしてまだワンピースはあります。それはビッグマムのセリフ。ちゃんとあるんだろうな。この国にもあるんだろう。ビッグマムは和の国にもワンピースはあると言います。もしもビッグマムのこの考えが正しいなら、ワンピースとは古代兵器です。和の国には古代兵器プルトンが眠っていました。そしてワンピースとは富、名声、力です。するとプルトンとはローマの言葉で止めるもの、プルトンとは不捨、つまり富です。これが5つ目のワンピース。するとプルトンがワンピースの一つなら、残りの古代兵器もワンピースとなる。そのように考えると古代兵器ポセイドンはおそらく名声でしょうか。名のある声と書いて名声。ポセイドンは声で海王類を操ります。富、名声、力。最後に残った古代兵器ウラヌスは力。ウラヌスとは星を散りばめるもの。イム様は五老星という星を散りばめている。しかしルフィも白い星を出す技を使い、白星や光月を散りばめている。ウラヌスはイム様とルフィ、どちらのイメージでしょうか。プルトンとはローマの言葉で止めるもの、止めるものとは止めるもの。暴走を止めるのが古代兵器プルトンの役目か。そんなプルトンの設計図はトムさんに受け継がれていましたが、トムとはトム。ローマの言葉でトムイコールプルトン。フランキーはプルトンの設計図が受け継がれていた理由について、もし古代兵器がおめえみてえなバカの手に渡り暴れ出した時、もう一つ兵器を生み出しその独走を阻止してくれという設計者の願いだ、そのように言っていました。プルトンの設計図は密かにトムさんに受け継がれていました。トム VS イム、これもすでに1年前に考えました。こちらです。海の水位が上がったというより島の地盤が沈んでいってるらしいんだワイナ。350話ではそのように語られていました。そんな孤立していく島々を海列車で結ぼうとしたのがトムさんです。900年前世界を海に沈めたイム。そんな沈んだ世界を結ぼうとしたのがトム。イム、トム、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 イム、イム、イム、トム、イム、トム。暴走する古代兵器を止めるもの、それが止めるものプルトンとなると、イム様が持っているのも古代兵器プルトン、和の国にあるのも古代兵器プルトン、プルトンは2つあるのかとなると、古代兵器ウラヌスとは一体何なのか。古代兵器のありかが記されていたのがポーネグリフです。ポーネグリフを守りなさい。空島のポーネグリフには魚人島にポセイドンがあると記されていた。アラバスタのポーネグリフには和の国にプルトンがあると記されていた。ならばウラヌスとはどこにあるのか。ならばウラヌスとは一体何なのか。それはおそらくニカ。ニカこと古代兵器ウラヌスは海賊島蜂の巣に保管されていたのか。古代兵器ウラヌスイコール太陽の神ニカなのか。その悪魔の実は世界政府が手に入れて、それをシャンクスが強奪して、さらにルフィが食べてしまった。ウラヌスとは星散りばめたるもの。星という漢字は火、太陽の下で生きると書きます。太陽のもとへ。白星、深星、竜星、万星、さらに11人の超新星、そして月の光月系。星を散りばめているウラヌスこと太陽の神ニカ、それがルフィ。そんな風にも考えられます。話を続けましょう。さらにベアバンクはロジャー海賊団たちが歴史の全てを知っていると暴露します。ここで元ロジャー海賊団のクロッカスが登場。思えばクロッカスはラプテルという島について、その島を確認したのは歴史上で海賊王の一団だけだと言っていました。つまりジョイボーイさえもラフテルを確認したことがないにもかかわらず、ラフテルにはジョイボーイの遺産がある。つまりどういうことかというと、それは4年前から考察しているように、ラフテルは滅ぼされた王国の跡地、その一かけらの島なのでしょう。巨大な王国に古代兵器が放たれてひび割れて生まれた島がラフテル。そのように考えると、ラフテルにはジョイボーイの墓、骨がある。海底の底にある最後の島でジョイボーイが待っている。2年前ビンクスの酒とは墓参りの歌だと考察しました。ジョイボーイが待っている、それはまるでデイビー・ジョーンズの監獄。最後の島の最後の語呂合わせは最後、315は秘密の部屋、一つなぎの島ロングリングロングランドでデイビーバックファイトで戦ったフォクシーがジョイとなってジョイボーイ。これも数年前から考えてきました。そんなベアバンクのネタバレ暴露配信を聞いたレイリーは、若者から奪い取るなバカ者め、なあロジャー楽しみようよ。酒に酔いロジャーと共に冒険した日々を懐かしんで心の中の真相を吐露するレイリー。俺はロジャー、俺と一緒に正解をひっくり返さねえか。しかしロジャーとレイリーは早すぎた。夢は叶わなかった。今は年老いてルフィにその夢を託しています。しかし本当ならルフィじゃない、ロジャーと一緒に自分たちが夢を叶えたかった。だからレイリーは荒れている、それが葛藤。そんなロジャー海賊団についてベアバンクはなぜ動かなかったのかと疑問に思っていますが、違います。ロジャーたちは動いていました。ロジャーは自ら自首をして大海賊時代を生み出しました。クロッカスはグランドラインの入り口で待ち、レイリーはグランドラインの中央で待っていた。ルフィを見守っている、ルフィを導いている。それはおそらくシャンクスも同じでしょうか。そして次に考えたいのはベアバンクの葛藤です。泣きながら謝罪するステラに相反して、同じベアバンクであるヨークは未だに天竜人になることを諦めていない。ヨークはパンクレコーズとの同期を切っていたという。しかしそれが裏目に出て、この暴露配信の仕掛け、電電虫の位置がわからない。さらに時系列が合わないといい、暴露配信そのものを疑っています。時系列が合わないということは、やはりリアルタイム配信。それは録画ではない。だから死んでいるステラとシャカとピタゴラス、3人のベアバンクしか映像に映っていないのか。この3人はホログラムなのか。ベアバンクの真の本体はあの巨大な脳の方。自分の姿をしたステラさえもある意味で一かけらだった。僕は1年前エッグヘッド編の真の黒幕とはエッグヘッドを制御するマスターシステム、巨大な脳みそパンクレコーズだと考えました。こちらです。エッグヘッド編の真の黒幕は、前回の動画でマスターシステム、つまり自我を持ち始めた8人目のベガパンク、パンクレコーズなのかもしれないとも考えました。なぜなら映画トロンの黒幕もマスターコントロールプログラム MCP だからです。エッグヘッド編の真の黒幕は誰か楽しみです。暴露配信の謎のトリックは、ベアバンクの真の本体がパンクレコーズであれば辻褄が合います。そしてヨークは電電虫は鉄の巨人が守っていると考察。これが1116話の話数の語呂合わせ4つ目、アイアンロボ。おそらくは太陽の盾である鉄の巨人が電電虫を守っている。すると鉄の巨人が動き出したのはニカが現れたから動いたわけではなく、ステラが死んだから起動したのか。ベアバンクが古代の動力の代わりに自ら作ったマザーフレームの一かけらをあの時鉄の巨人に設置していたのか。ここで900年前の戦いの物語が分かります。もしかすると900年前イム様たちは古代の動力消えない太陽を盗んだのか。1116話ではヨークがマザーフレームの一かけらを盗んでいます。これが1116話の話数の語呂合わせ5つ目、ひどい泥棒。このヨークが盗んだ炎はルシア王国を滅ぼしています。これが1116話の話数の語呂合わせ6つ目、ビーム。古代兵器の恐るべきレーザービーム。これにより海面が上昇し世界が沈没する未来があるという。だからジョイボーイはそんな未来を止めるために止めるもの、古代兵器プルトンや幾千もの命を救う古代兵器ポセイドン、人々を苦悩から解放できる太陽の神ニカの悪魔の実、古代兵器ウラヌスを後世へ受け継いだのか。それら3つの古代兵器を正しく導く者こそがルフィか。つまりワンピース争奪戦とはイコールポーネグリフ争奪戦イコール古代兵器争奪戦です。この1116話のウィジュアス1016話でカイドウはここが古代兵器がある和の国だから居座っていると言っていました。つまり逆に言えばそれってそんな危険な古代兵器を悪に奪われたら世界の終わりです。だから世界政府や海軍はそれを守っている。それこそが海軍が掲げている正義なのです。これなら海軍の存在に納得がいきます。そしてさらに逆に言えば古代兵器はこのままいけば誰かに奪われそう。それは黒ひげ。黒ひげが最後に全てをかっさらうのか。以上です。続いてはいつものように次回1117話の展開を和数の理論から読み解きましょう。1117話の類似話数は17話、117話、1017話、1107話です。17話ではルフィがバギーに海賊王になると宣言。ならば1117話ではジョイボーイが海賊と呼ばれた話か。117話では巨人たちが心に戦士の旗を掲げている話。ならば1117話では D 夜明けの旗を掲げる話か。1017話では麦わら帽子とゴムゴムの実の話。1107話ではルフィがニカラと判明して涙するボニー。ならば1117話ではついにニカ子とジョイボーイが現れそう。そんな1117話の話数の語呂合わせ予想は火が3つで秘密、秘密の名、ニカや D の名前、さらに巨大な王国の名前が明かされそうです。そしてさらに人々避難、海に沈んだ世界で人々が避難した話か。さらにエッグヘッドでも人々が避難していきそう。そして世界の反応シリーズには4校たちがまだ残っていますから、1117話にはシャンクス、バギー、黒ひげたちが現れそう。また余談ですが、25年以上続いているワンピース最大の伏線をこの前発見しました。それは尾田先生の自画像です。尾田っちの自画像は海の中の魚。その魚はおそらく石鯛の幼魚シマダイでしょう。しましま模様の魚が海底に沈んでいます。しましまイコール島々、島々は海底に沈んでいたという伏線。その秘密が明かされたのは1113話でした。2年前に僕は1113話の語呂合わせはワンピースだと予想しました。そして尾田っちの自画像は海に沈んだしましまの魚石鯛、石鯛、島鯛。そんな石鯛の魚人といえば人魚の石利。そして世界が海に沈むと明かされたのが1113話ワンピース。その1113話にイシリーがいます。魚の尾田っちも笑っている。それならば、ワンピースの最後とは、やはり、海に沈んだ世界を最後に逆さまにするのか、まさかな。皆さんはどう思いましたか？ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。